こいつが死柄木狸ですか。ああ、行方知れずになっていた根の生き残りさ。優秀な研究者で断蔵の熱心な信奉者だったらしい。彼は柱間細胞を利用した新しい兵器を開発する計画の責任者だった。コードネームは五頭天皇。断蔵の死後も彼は完成を諦めなかった。それが今回の事件が起きるずいぶん前にこの世からいなくなってたなんて拍子抜けでしたね。隠れ家を見つけ出したまでは良かったものの、こりゃ無駄足でしたね。捜査は振り出しか。隊長、どうしました？そういうことか。事件はアカデミー周辺から始まった。なぜ気づかなかったんだ？どういうことですか？まさか犯人が分かったんですか？ああ、犯人は誰なんだってばさ。ずっと考えてたんだ、どうすれば君が太陽かどうかを確かめられるのかって。は？太陽？だからこの里に来てからずっと観察してた。どんな反応をするのか知りたくてね。君はまっすぐ迷わずに事件に飛び込んでみんなを元に戻していったね。よくわかんねえけど、んなの当たり前だろ。でも今度ばかりはどうなのかな。犯人は委員長だよ。というわけだ。一連の事件は身分を偽装した根の残党の娘の仕業。筧菫。ボルトのクラスメートか。彼女の父親の名前は信楽狸。奴は死の直前、完成した五頭天皇を娘に託した。今サイたちに探させてるが、すでに病室はもぬけの殻だった。あと刑務部からは関係者全員を徹底的に洗わなかった結果がこれだって抗議が来てるぜ。どうする？ま、根の関係者を一斉摘発するのをやめたのは俺と五代目なんだけどね。かかし先生冗談きついってばさ、美月。笑えねえよ。でも真実だ。いいかい、これまでの被害者は必ず事件の直前に彼女と接触しているんだ。その時にゴーストを取り付かせたってのか。
そもそも委員長は被害者だろ。それも自分から疑いの目をそらすための偽装だと思うよ。納得できないならもっと聞かせてあげる。もういい。だとしてもあいつが、委員長がなんでそんなことすんなよ。ボルト君には何の責任もないよ。なの信じらんねえよ。君が信じたくないなら好きにするといい。もう遅いと思うけどね。遅いってどういうことだってばさ。彼女もこれ以上隠し通すのは限界だと気づいてる。すでに動き出してるはずだよ。は？ゴースト事件は被害者を操って暴れさせることそのものが目的じゃない。被害者からチャクラを吸い取るための手段に過ぎないんだ。手段？なんだあれ。千住公園の方だ。始まったみたいだね。確かに筧すみれの潜伏を見抜けなかったのは俺たちのオジトだね。それでも里全員の身元調査をやらなかったのは互いに疑い合うのを避けたかったからっすよね。あの頃の里は第四次忍界大戦でボロボロだったってばよ。誰もが大切な人を失った。そんな時期に家族や同僚が根の残党かもしれないなんて疑いをばらまけば里は疑心暗鬼で崩壊していただろう。その判断は正しいっすよ。サイのやつだってそんなことになったら真っ先に疑われてた一人だ。問題はスミレだ。あいつの亡くなった母ちゃんは忍者でも何でもなかった。それはアカデミーの願書を受け取った時に確認している。父親の身元は不明。多分抜け人だろうってことは分かってたんだよね。親がいなかったら学校に入れねえってのはなしだってばよ。だがどんな事情があったか知らねえが無関係の人間を大量に巻き込んだのは事実だ。いくら子供とはいえ犯罪者として処断しろってか。今の俺たちは木の葉の里の秩序を守る立場だ。甘いことばかり言ってらんねえぞ。お前さんも変なところで真面目だね。どうも。茶化さないでください。というか六代目はなんでここに。温泉行ってたはずじゃなかったんすか。あ、まあ本当ならのんびり隠居していたかったんだけどね。俺も断蔵とはちょっと因縁があるからな。独自に奴の研究の痕跡を調べてたのさ。それで何か収穫が。ああ、分かりたくもないことがね。断蔵の遺産ゴズ天皇はおそらくスミレってこの体に埋め込まれている。そりゃいくら探しても見つからないわけだぜ。処置したのは父親だろうな。筧すみれはヌエを呼び出すための門そのものってわけだ。ってこと。じゃあまさかすみれは今頃。何が起きた。志村団蔵、かつていかなる非人道的な手段を用いても木の葉を守ろうとした男だが、その行動は最後まで彼なりに里のためを思ってのことだった。その復讐で里を滅ぼそうなんて本末転倒だ。それに今また悲劇と憎しみの連鎖を繰り返せば根という過去を持つ者に向けられる視線だって冷たいままだ。だからその呪縛に囚われた者がまだいるなら解き放つのがかつて同じように救ってもらった僕の仕事なんだ。決して許すな。かす私に代わって根の女を挟んでくれ。スミレ必ず前田小高に復讐を。よくかわしたな。本当に子供か。油断するな。何をするかわからないぞ。すまない。君がイヌ人の友達なのは知ってる。
僕がいる限りは悪いようにはしない。ただ今は拘束させてもらうよ。まだ動けるか！ゴズ天皇を介して集められたチャクラで口寄せされてる。あんなのが暴れたら里がめちゃめちゃだってばさ。どうするつもり？あそこに行って君に何ができるの？わかんねえよ。とにかく委員長に直接聞くまでは信じねえ。それだけだ。何の用？今少し立て込んでるんだけど。生かして観察するんじゃなかった？なぜ今さら？分かったよ。任務了解。新たな指令は死柄木すみれの抹殺。隊長、すいませんでした。いや、どの道僕らだけでは手に負えない。来ます！死ね！6代目！あれを市街地に出すわけにはいかないね。まずは、陽動を頼む。はい！忍法、超獣ギガ！ドトン多重土流壁。どうします？これ以上近づかない方がいい。美月、ゴースト事件と同じだよ。このままだと里中の人間からチャクラが吸い上げられてしまうだろう。里中の人間から？くそ、どうすりゃいいんだ。方法ならある。十社が死ねばヌエは止まるはずだよ。死ねばって、お前。さあどうする？家族や里の人たちの命と委員長の命、君はどっちを選ぶ？そんなの考えるまでもね。両方助けるってばさ。そうだね。僕からは出ない言葉だ。そして自分が選ばない選択肢を見せてくれる。僕は君が僕とは違うってことをもっと見たい、もっと感じたいんだ。お前、さっきから何を？でも今回は別だ。我慢するよ。何すんだ！僕は元凶を始末しなくちゃならない。そういう命令なんだ。命令ってどういうことだよ！お前それでいいのかよ！少なくとも今はこれが最善の選択だと思って。それに来れば君はきっと後悔する。ま、待って！ミツキー！悪いけど僕の本体が用を済ませるまで少し眠っててもらうよ。そうはさせるか。分身には分身だってばさ。構わねえ、俺ごとやれ。
悪いな。いっつ、もう少し手加減しろよ。やれって言ったくせに。なあ、くそ、こうしちゃいらんねえ。院長のところに行かねえと。でもどこにいるんだ。このチャクラの流れみたいな、ひょっとして。大きくなってる。チャクラを吸収したからか。壁も限界だな。もう一踏ん張りするぞ。はい、結界班。はあ、その相手は俺たちでしなくちゃな。デカブツとの殴り合いなら長寿たちの力も借りたいところだけど。二人とも大丈夫か。ちょ、お前、救助活動の指揮はどうしたの。そっちはシカマルたちがやってくれている。俺が一気に肩をつけるってばよ。待てナルト、お前のそれはまずい。あいつはチャクラを吸収するんだ。君の膨大なチャクラを餌にされるとそれこそ手がつけられなくなる。それにいよいよとなればヌエに溜め込まれたチャクラを術者が起爆させるだろう。そうなったらこの一帯が吹っ飛ぶ。ヌエは巨大な爆弾ってことですか。もともとあれはそういう口寄せなんだ。ゴズ天皇を持つ術者を敵国に送り込み、暴れさせた後に自爆させて周囲一帯を吹き飛ばす。ヘドが出るほど合理的ですね。お前は結界班の方に行ってくれ。もしもの時に結界が破られたんじゃ話にならない。なかったってばよ。でもそれしかねえのか。やっぱり結界を張られたか。今のヌエが持つチャクラではまだ足りない。いっそ起爆する。やっとここまで来たの。あと少し、あと少しだけチャクラを与えられればヌエを完全な姿に。やればできるんだね、委員長。そんなことないよ、美月くん。どうしてここが？隠れるのは得意な方なんだけど。病院で会った時にちょっと仕込ませてもらったよ。少し時間はかかったけどね。私、君に殺されちゃうのかな。そうだね、命令だから仕方ないんだ。七代目の判断とは思えないわね。誰の命令で動いているの。そんなことどうでもいいよね。ごめん、でもこれで終わりだ。やめろ、ミッチ。ボルト。院長、マジで委員長が犯人なのかよ。俺にだけ見えてたゴーストは委員長が取り付かせただって言うのかよ。ボルト君。ええ、そうよ。やっぱりあなたにだけはヌエが見えてたのね。マジなんだな。全てはヌエを実体化させて木の葉の里を滅ぼすため。わさびや涙はどうなるんだ。サラダや蝶々、クラスのみんなは。どうなろうと知らないわ。復讐よ、私はそのために生まれ今まで生きてきた。私の人生は最初から復讐のためだけにあった。これがその証。私は父ができなかったことをするために今日まで生きてきたの。父ちゃんのできなかったこと。子が成し遂げる。お前ら極端すぎんだよ。命令とか復讐とかよ、
そんなことさせねえってばさ。じゃあどうするの？私をここで殺して止める？君にそれができるの？やっぱりこうなるよね。おい、みつき！だから言ったんだよ、来れば後悔するって。やめろやめろ、みつき、やめろ！ボルト君。ボルト、いい加減にしろ。本気で殺し合う気かよ、お前ら今までの。何？なんだ？時空間忍術。次から次へと、どうなってるんだ？いいわ、私のチャクラを食らいなさい。院長。待つな。院長！この子は復讐のために私が育てた最強の兵器。なあ院長、戻ろうぜ。私は木の葉の里を襲った。私にとってこれは戦争よ。それは親にとってだろ。今の院長には関係ねえ。次回、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、ボルトに見える道。花から筧すみれなんて存在してないのよ。